ちは、イヤです。ボネです。今日は二人で宿場町を散歩します。今歩いているのは旧中山道です。そしてここはサメガイ宿。昔の宿場町です。ここを流れる地蔵川を見たくてやってきました。下調べが不十分でしたが、この清らかな流れを見るだけで癒されますね。今日は9月30日、平日です。この地蔵川は、バイカモが有名です。8月下旬までがシーズンだからもう終わってますね。あら、でも川の中に白い可愛い花が咲いてるわ。まだ大丈夫みたいね。いや姉さん、とりあえず源流まで歩かない？そして、帰り道にいろいろ見て歩きたいの。私は構わない。この川見ながら歩いてるだけで満足してるもん。でも、こんなにたくさん水が流れてる川だから、源流は遠いんじゃないの？普通はそうだけど、ここは違うみたい。突然川が現れるみたいなの。水温はいつでも約14度。だからバイカモも育つことができるみたい。すると、源流は湧き水なのね。だから綺麗なんだ。この先の、イサメの清水。そこから湧き出ているみたい。鴨神社の境内は木の石垣の下から湧き出ていて、その昔、ヤマトタケルノミコトが熱病に倒れた時、体毒を洗い流した霊水とも伝えられてるわ。帰りにそこのソフトクリーム食べてみたいわ。醤油ソフト。味が想像できない。食べてみるしかないか。あら、あんなところを車が走ってる。あそこが名神高速道路、来るときに通ったところよ。降りる階段はたくさんあるのね。生活に密着した川みたいね。野菜を洗ったり、食べ物冷やしたりもできそう。
神社、上に登ると眺めが良いらしいけど、時間がないので登りませんでした。サメガイ延命地蔵尊です。名神高速すぐそこですね。綺麗だから川の中覗いてみたくなるわね。川の中お見せしましょうか。こんにちは、神出鬼没のソフトオクです。びっくりしました。はい、ぜひお願いします。こんな感じです。
ソフトクリーム食べながら帰りましょうか。こんにちは。醤油ソフトクリーム3つください。醤油の味は気にならないね。そして甘い。実は、このサメ貝、琵琶湖のほとり長浜へ行った帰りに寄ったんです。長浜も編集アップしたいけどまだ先です。ここでオネからのお願いです。この動画を気に入ってくれたら、高評価ボタンをポチリとしてね。今後も見てくれるなら、チャンネル登録してくれると、励みになり嬉しいです。最後までご視聴ありがとうございました。